警察と消防によりますと、今日午前3時20分ごろ、静岡市青井区多町で住宅から黒煙が見えると近隣住民から消防に通報がありました。火は木造平枝建ての住宅から隣接する空き家に燃え広がって、合わせて二棟を全焼し、およそ4時間後に消し止められました。 この火事で火元とみられる住宅の中から一人暮らしをしている55歳の男性が心肺停止の状態で発見されその後、死亡が確認されました警察と消防は火が出た原因を詳しく調べています